まり今回の綿マスクの開発者の先生だったからです。百秋武道具店の動画。こんにちは、百秋ブログでぬがです。やってますか。もう今日はね、僕のフェイスブックに友達申請が来て、ふと見たらもう腰抜かしそうになりました。誰からだったかというと、大阪大学名誉教授、全日本剣道連盟アンチドーピング委員長、日本免疫学会元会長、宮坂正幸先生。つまり今回の綿マスクの開発者の先生だったからです。宮坂先生、友達申請ありがとうございます。宮坂先生とメッセージやり取りしてたら、僕自身ね、国から10万円の給付金が振り込まれてね、完全にコロナに対して油断してたってことが分かりました。例の綿マスクね、皆さん感じてる通り暑い、息苦しいということで、実際のところやっぱり苦情も多いそうなんです。暑い時期は分かってるのに、どうして全県連はこの時期に綿マスクを提唱したのか、そこをちょっとでも深掘りできればと思います。今日の動画は、宮坂先生からいただいたダイレクトメッセージとか Facebook の投稿をね、許可いただいた上でご紹介させていただきます。宮坂先生と Facebook で友達になってる人はいいけど、なってない人は全然わかんないからね。じゃあ最初にね、こういうメッセージいただきました。綿マスクを考案した宮坂正幸です。動画を興味深く拝見しました。今回のものは、飛沫飛散防止を主目的としていますので、問題は息苦しさです。そこは織り込み済みで、第一段階として綿マスクを含む何らかのマスクの着用をお願いしますと。なるほど、これはまだ第一段階なんだってことなんです。まずはここです。続いてこういうメッセージいただきました。いつもわかりやすい動画感心してます。ありがとうございます。マスクも改良版や着用の工夫ができそうで、近々再調査をします。またご紹介ください。要するにこれで終わりじゃないんだよと、もっとマスクいろいろ工夫していってみんなでやっていこうって話だね。それでね、次こういうメッセージいただきました。アメリカの合唱団の練習で61人中わずか1名が感染していたために、集団の多くの人に感染が広がり、2名が亡くなったという悲しい事例がありました。学校平均年齢69歳でした。同じことが高齢者の多い剣道でも起こり得ます。剣道ではマスクをしなかったらご自分が集団感染発生の元になるかもしれない。だからマスクの着用は必須と多くの方々に思ってもらえるといいのですが、というのはここからなんですよね。当面の間、この社会からコロナは消えないからです。つまり感染者がゼロになることは当面ありませんっていうことなんですよね。ちょっと怖いよね。続いてもう一つメッセージいただいてまして、最近もっとすごい話が出てるのを知りました。アムステルダムの有名な合唱団が1回の演奏会でよ、130名中102名が感染して4名が亡くなったという記事が出ていますと。剣道でも十分に起こりうる話です。例えば今ぐらいの東京の感染者数だと、1000人の団審査、例えば8団審査をやると、多数に感染を移す人が2人ぐらい混じってくる可能性がありますと。すると団審査会から集団感染が発生するということになります。このような事例や推計をもとに、全県連執行部にお願いして綿マスクの話が始まりました。こういうことなんですね。ただ勝手に一方的にこれつけろってで開発したわけじゃないってことなんです。それでここからは宮坂先生の Facebook の投稿なんですけども、これもちょっと もちろん許可いただいて、ご紹介してますけども、今回の剣道における面からの飛沫飛散調査では、どのような仕掛けを用いたらいいのか、そしてそれぞれの仕掛けでどの程度飛沫飛散が防げるのかということを明らかにすることを主眼として行い、その結果について今回全経連から発表したわけですと。その中ではっきりと熱中症対策についてはこれからであり、当面は稽古時間を短くする、休憩時間を頻繁に取るなどの対策が必要であると記してます。なるほど。こんなマスクやシールドをしたら息苦しくできないという苦情をたくさんいただいていますが、現状では集団感染を起こさず稽古を再開するために必要な方策を
提示しているとご理解ください。さらに効果的で使いやすいマスクやシールドが今後出てくると思います。また熱中症対策についてもデータが出てくると思います。初めから全てはできませんので、現在は第一段階と思ってください。当面はそれぞれで熱中症を起こさないやり方を工夫していただくことが大事だと思います。それから最後に一言、剣道の場合は人からコロナをもらうこともありえますが、同様に人に移してしまう可能性もあるのです。特に指導者がお弟子さんたちに移してしまったら大変なことになります。マスクをすると息苦しくはなりますが、人に移さないという原則に立てば装着が必要です。あとはマスクの形状を調節するなりしてどのように運営するかです。と、いや本当にね、面マスクを見た瞬間ね、もうちょっとびっくりしちゃって、反射的にこんなの暑いよ、つけられないよ、息苦しいよともう思っちゃったんだけど、まだまだ第一段階でこれからなんだってことだよね。まずは映さないように何かしらつけましょうと。それですいません、ちょっと最後にね、宮坂先生の Facebook の中で質問をされてる方がいて、この話ちょっとさせてください。面マスクは手ぬぐいでなくても、例えばウレタン布地や水着布地、メッシュ布地でもよろしいのでしょうか。またこの場合二重の方がいいのでしょうか。ご教授いただけますと幸いです。これに対して宮坂先生は、綿マスクの材質は化学繊維のものを一つテストしましたが、飛沫飛散防止効率は布と同様でしたと。また布一重は汗をかいた時に口にくっついて不快ですが、二重の方がそのトラブルは減りますと。なるほど、僕もこれ一重がいいのか二重がいいのか悩んでたんだけど、ここくっついちゃうってことだね。大変勉強になりました。以上が綿マスクを開発された宮坂先生からのメッセージでした。なぜ全県連がこの暑い中、息苦しいのが分かった上でこのタイミングで綿マスクをしてくださいと言ってきたか、少しでも綿マスクへの理解が深まればと思います。今日もご覧いただいてありがとうございます。またいつかお会いできる日を。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。